正義の国にはとある正義のメリュジーヌちゃんがいました。メリュジーヌ一族の中でも彼女は最も責務に忠実な子。そんな彼女は今日もこの国の正義のためにあちこち駆け回っていました。自分の信念を胸に彼女は一人でパトロールすることすら嫌がらないのです。不審な人物、例えば見知らぬ異教人とかが現れるとすぐ目を離すことなくその行動をすべて監視します。無論疑わしい行為を目撃するまで正義のメリュジーヌちゃんも勝手な行動は控えます。無実の人に濡れ衣を着せるような真似はしません。まあ通常であればですが、万が一正義の異教人が彼女に誤解されてしまったら、法廷で彼女を告発することをお勧めします。